はい、今回、紹介しているマグスロール、新しいルアーなんですけど、こちらが、マグドラフト、従来、みんな多分知ってくれてると思うんですけど、どう違うかっていうと、まず比べてみるとボディの厚みが違います。マグスロールの方がより薄くなって、で、マグドラフトが6インチだったのに対してこっちは7インチ、ちょっとこうテールが伸びたデザインになってます。で、中のウェイトも少し軽くなっている。で、どう違うかっていうと、マグドラフトは、高速リトリーブでの安定性重視でデザインされてるんで、どちらかというとロングキャストして速く巻いてくる、高活性の時に使うルアーです。で、それに対してマグスロール、名前の通りよりスローでもしっかりとテールが動く、ゆっくり巻いてもボディも動く、そういうデザインになってるため、特にね、春先の低水温、まあこの時期冬も、やっぱりちょっとマグドラフトの高速リトリーブでは追い切れない魚に対してマグスロールがしっかりとこうバスを誘ってくれる。で、やっぱりそういうカバー周りを僕にとってはこうタイトに投げていく時も、フォールしながらでも糸を張るだけでしっかりとテールがこう動きながら、アクションしながら落ちていってくれるんで、どちらかというとね、マグスロールは、ショートキャストでこうカバーを狙う時も僕は使います。マグスロールでっか。ふと。よっしゃー。マグスロール。きたねー。本当。ポールでもゆっくり落としてって、結構ね、深いところで